質疑の申し出がありますので順次これを許します。山田美希君。山田君。自由民主党東京1区選出の山田美希でございます。貴重な機会をいただきましてありがとうございます。限られた時間ですが、日米の通商問題、テロ対策、中東情勢、質の高いインフラ輸出、文化外交と地方創生についてご質問を申し上げます。最初にトランプ政権の通商政策についてお伺いします。先般発表された USTR の通商政策課題の中では、 WTO への懐疑的な見解や通商法301条の発動の可能性が言及されていました。また2年に1度の WTO の対日貿易審査では、米国は日本に対して自動車と農業分野でさらなる市場開放を求めています。WTO というと、かつては日米欧の貿易摩擦が中心でしたが、2010年のレアアース以降、対中国案件が増えました。 WTO の紛争処理手続きを最も利用している国は米国で、今現在も米国から中国へ8件の申し立てが係争中です。米国が WTO 体制によって一定の利益を受けていることは確かです。一方でトランプ新政権が打ち出している通商のスタンスは、明らかに WTO を中心とする自由貿易体制に反するものです。通商法301条は1998年に EC が提訴して WTO 違反が確定をしておりますし、そもそも WTO の紛争解決手続きは301条のような一方的措置を禁止しています。新たに導入が取り沙汰されている国境税は、制度の中身はいまだ明らかではありませんが、GATT の大原則である内国民待遇や補助金協定に抵触する可能性があり、これを推し進めたら WTO との整合性の問題が必ず出てきます。先般の G20 財務省中央銀行総裁会議の声明では、保護主義に対抗するという文言がなくなったと聞きました。そこで極論ですが、もし仮にトランプ政権が WTO 体制そのものを否定したらどうなるのでしょうか。 EU 各国の政治の動きも見据えながら、自由貿易体制の維持のために日本は諸外国とどのように協力していくのでしょうか。もしも巨大な米国市場が WTO 体制から外れるような最悪の事態になったときに、日本企業、特にアメリカに直接投資する体力のない中小企業をどうやって守るのでしょうか。日本が取るべき対抗策について外務省の見解をお伺いします。上山大臣官房審議官。お答え申し上げます。WTO を中心とする多角的貿易体制は、かつての GATT 時代から我が国の通商政策の主要な柱でございまして、自由で公正な共通ルールに基づく自由貿易体制こそが世界経済の成長の源泉であると、このように考えております。アメリカは戦後一貫してこの GATT、WTO を中心とする多角的貿易体制の構築と発展に寄与しており、またその経済や貿易の規模に鑑み、WTO において重要な存在でございます。我が国としても自由貿易を推進する立場から、さまざまな機会を捉えてアメリカとの間で WTO の重要性の認識を共有し、引き続き多角的貿易体制の維持強化を図っていきたいというふうに考えております。また今後米国との間で行われる日米経済対話の中でも、日米両国間および地域における経済関係を強化するという日米共通の目標のもと、WTO 体制の下での協力を含む貿易投資に関するルールについて、建設的な議論をしてまいりたいというふうに考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。ぜひ粘り強いご努力を続けていただきますようお願いいたします。続きまして、国際情勢が大きく変化する中で、外務省の情報収集力強化についてお伺いします。2年半後に東京オリンピック・パラリンピックを控えて、テロ対策が喫緊の課題であり、今国会においてテロ防止のための法整備について議論がされる予定です。私自身、2001年9月11日にニューヨークでテロの惨事に直面した経験から、東京のテロ対策には強い危機感を持っております。当時私は学生で、事件現場とは歩いて数十分と離れていない場所に住んでいて、テロの瞬間は大学の構内におりました。
かつて世界貿易センタービルの金融機関で働いていた同級生たちが両手で顔を覆ってわーっと悲鳴を上げました。職員が献血を呼びかけて走り回っていました。学校の図書館から一歩も出ないように言われ、電話回線がつながらずインターネットで家族に安否を連絡しました。翌日から平常通り学校が再開しましたけれども、テロはその日で終わったわけではありませんでした。観光客の姿が消えてしまって、追い打ちをかけるように起こったのが郵便物への炭疽菌混入事件でした。1ヶ月2ヶ月経つうちに街中の飲食店や雑貨屋が次々と閉店して、まさに目に見えるように景気が悪くなっていきました。翌年同級生の多くは就職先が決まらないまま卒業していきました。近年再びテロの脅威が高まっています。つい先日もロンドンの国会議事堂周辺で痛ましいテロがありました。東京はニューヨークやロンドン、パリ、イスタンブールよりもはるかに規模の大きい大都市ですし、世界最大のターミナル駅である新宿駅は1日に360万人もの人が利用します。経済的なダメージも計り知れません。首都東京のテロを未然に防ぐために、国際的な情報収集の観点からどのような措置が取られているのでしょうか。また一方で世界各地で働く日本人の方々もテロの脅威にさらされています。昨年夏のバングラディッシュのテロ事件で犠牲になられた方々のご葬儀に参列しましたが、突然ご家族を失ったご遺族のお気持ちを思うといたたまれない思いでした。海外で活躍する日本人をテロの恐怖から守るために、法人の安全確保や情報収集についてどのような措置を行っているのでしょうか。お伺いします。岸田外務大臣。はい、ただいま委員の方から大変生々しい貴重な体験についてお話がありましたが、この現下の国際テロ情勢、誠に厳しいものがあり、我が国にとってもこのテロの脅威というものは現実のものであるということ、これをしっかり認識しなければならないと考えます。その中で、テロを未然に防止する、対策の要諦は、まさに情報であると考えます。政府全体としてこのインテリジェンスの強化を進めていくこと、委員ご指摘のように大変重要であると認識をしています。そしてその中にあって、このバングラデシュでのこの事件を受けて、我が国としましては、在外邦人全般の安全対策としましては、この企業のこの海外進出に関係する組織機関が参加する、この中堅中小企業海外安全対策ネットワーク、これを立ち上げ、さらには旅レジの一層の利用促進、また海外安全対策セミナーの一層積極的な実施、こういった取り組みを進めています。一方、ダッカの事件はこの国際協力事業に協力してくださっていた方々が事件に巻き込まれたということでありますので、こうした国際協力事業関係者のこの安全対策としましては、昨年7月、この外務大臣のもとに設置した国際協力事業安全対策会議の常設化、あるいはこの国際対策、安全対策およびテロ対策に関する研修の実施、また事業関係者等が外務省および JICA に対し情報提供を円滑に行える体制の整備、こういったものにもこの取り組んでいるところです。そして先ほどの情報ということで申し上げるならば、この情報収集については、国際テロ情報の収集体制の強化のため、昨年9月、外務省本省で勤務する国際テロ情報収集ユニット員と在外公館の国際テロ情報収集担当官、この数を約倍増いたしました。80名程度とすることを決定した次第であります。引き続き今、紹介させていただきましたような対策、情報収集に、しっかりと取り組んでいきたいと思いますし、さらに申し上げるならば、こうしたテロ対策、国際社会と協力して未然にこのテロを防止する、
こういった取り組みも重要であると考えます。ぜひTOC 条約、この国際組織犯罪防止条約のこの国内担保法、この国会においてご審議をいただくことになっておりますが、この担保法を整備することによって、すでに187の国と地域が締結しているこの条約を我が国も締結することによって、国際的な協力体制もしっかりと育んでいきたいと考えております。山田君。岸田大臣、ありがとうございます。大変その情報収集のために非常に地道な努力が外務省の方でもなされているかと思いますし、また、今回その日本もこの国際協力の中でしっかりとした役割を果たしていくということで、ぜひ引き続きのご尽力をお願いしたいと思います。テロの抑止には中東地域の安定が不可欠かと思います。我が国の経済の安定にとっても密接な関係にある中東の情勢についてお伺いいたします。先般サウジアラビアのサルマン国王が来日されました。我が国の石油輸入の3割以上を依存するサウジアラビアと石油を超えた関係強化が実現したのは喜ばしいことです。近年のサウジアラビア経済は財政赤字が拡大して付加価値税の導入も検討されていると聞きます。日本との経済協力が産業育成や雇用創出につながることが期待されますが、一方でサウジの国内消費にも大きな開拓の余地があるのではないかと感じています。昨年の今頃、サウジを訪問しましたが、驚いたのは女性の力でした。サウジでは女性の社会生活にさまざまな制約がありますが、現地に工場進出した日本の生活用品メーカーによると、女性専用の作業エリアを設けたら男性の3倍の業務効率にびっくりしたという話を伺いました。人前で顔を出すことができないため、インスタグラムで写真が数秒経ったら消えてしまうというアプリが女性の間に大流行していて、口コミマーケティングが広がっているというお話も聞きました。4年前に初めてこの女性が国会議員、向こうの言葉では諮問評議会議員というそうですけれども、になることを許されたそうですが、来日されたサウジの女性議員の方々に日本の何が一番良かったかと聞いてみましたら、皆さん口を揃えて日本の文房具がすごいとおっしゃるのです。どっさりお土産に買われたそうです。重厚頂戴産業ではありませんが、日本ならではのファッションや生活雑貨にも中東における将来の可能性を感じました。一方で湾岸地域でサウジアラビアと相対峙するもう一つの大国がイランです。昨年1月の制裁解除で日本企業にもイランに新しいビジネスチャンスを求める機運が高まりました。昨年の2月にイランのナショナルデーの祝賀会に出席しましたが、南アザブの、普段は静かなところですけれども、イラン大使公邸に大勢の日本企業関係者が集まってものすごい熱気でした。ちょうどおととい、日本とイランの投資協定についてイランから国内手続き完了の通告があって、来月には協定が発効することが確実になったそうですが、残念なことに状況は変わってしまいまして、トランプ政権発足以降イランをめぐる情勢は一転してしまい、再び先行き不透明な状況となりました。中東地域の平和と安定には地域大国であるサウジとイランの安定的な関係が不可欠です。トランプ政権によって米国の湾岸諸国に対するスタンスが変化していく中で、サウジとイラン2つの大国と良好な関係にある日本は、それぞれとの二国間関係を通じてどのように湾岸地域の安定に貢献していくのでしょうか。お伺いをします。小田原外務大臣政務官。中東地域における大国であるサウジアラビア、そしてイランの安定と両国間の安定した関係は、中東地域全体の安定を実現する上で非常に重要なものであります。両国との伝統的友好関係を有する我が国としては、両国との二国間関係を多様な分野において強化していくとともに、サウジ・イラン間で安定的な関係が築かれるよう双方に働きかけているところであります。例えば安倍総理からも2016年9月の日イラン首脳会談において、ロウハニ大統領に対し、また
今月実施されました日サウジ首脳会談においてサルマン国王に対し両国間での対話を働きかけたところであります。山田君、ありがとうございます。ぜひ日本が積極的な役割を果たしていただければと思います続きまして、日本の優れた技術の海外への輸出についてお伺いします。新興国へのインフラ輸出の中で従来型の公共事業では中国や韓国の進出が目覚ましい一方で、近年の日本からの海外支援は例えば地方自治体による上下水道や清掃事業などの協力ですとか、フードバリューチェーンの構築、医療分野での病院輸出、測量技術、手法分野での協力など、物量作戦からオンリーワン技術へ、専門知識へと分野を広げています。日本はかつてのような潤沢な ODA 予算はありませんし、資金力や軍事力、天然資源を背景としたパワーポリティクスでは日本は世界で一番にはなれません。日本外交を支えているのはこうした技術の力、人材の力に他ならないと思います。昨年の春に中央アジアのキルギスを訪問し、日本からの草の根無償資金協力による、医療機器の供与式に出席しました。それまで40年も前の、超音波の診断機器が1台、たった1台しかなかったそうです。病院の玄関に100人を超えるお医者様や看護師さん、患者さんが出てこられて、割れんばかりの拍手で出迎えてくださいました。私はそれを見たとき思ったんです。日本には他にもたくさん喜ばれる技術がある。例えば日本の歯の治療、新興国に日本の歯科の機材や材料を提供できたらどれだけ喜ばれるか、どれほど日本を好きになってくれるだろうか。実際に草の根支援による歯科医療機器供与の実績を調べてみますと、過去3年間に5件、チリ、ブラジル、エクアドルなど中南米を中心に実績があります。ただし問題なのは機材のメンテナンスや修理を現地で対応することがこの支援の条件なので、残念ながら供与した機材は外国製、日本製ではないんです。日本政府の支援で今年度初めてインドネシアに対して日本の歯学部と医療法人、企業が協力して人材支援も含めて日本製の歯科機材を普及させるプロジェクトが今年から始まったと聞いております。これは一つの例に過ぎませんけれども、ぜひ外務省の在外公館で働く方々に世界各国での日本の成功事例を情報共有していただいて、JICA や自治体、民間企業の方々と情報交換しながら相手国のニーズ調査、日本の技術の PR、 さらなる案件の発掘、新たな分野の開拓へとつなげていただければと願っております。在外公館と各分野のスペシャリストとの連携をどのように強化していくのか、人事政策も含めて外務省の方針をお聞かせください。小田原政務官。企業の海外展開を支援し、最先端のインフラシステム輸出を後押しすることは、成長戦略の重要な柱であります。日本政府はインフラ輸出の受注実績を2010年時点の約10兆円から2020年の約30兆円とすることを目指して取り組んでいるところであります。2014年時点で約19兆円の受注を達成しています。外務省では70カ国91の在外公館において、インフラプロジェクト専門官を指名しています。外務省職員に加え、経済産業省、国土交通省、総務省、厚生労働省などの関係省庁からの出向者も同専門官に任命されています。各分野の知見を生かした案件発掘に取り組んでいるところであります。また平成25年から一部の在外公館において現地事情に精通した外部コンサルタントなどをインフラアドバイザーとして活用し、インフラに関する在外公館の情報収集体制を強化しているところであります。今後も外部の知見を活用しながら、我が国企業のインフラ案件受注に向けた取り組みを強化してまいる所存であります。山田君。小田原政務官、ご答弁ありがとうございます。
省庁を超えた協力、それから官民を超えた協力は非常に重要だと思いますし、本当に日本人の私たちが日本だったら当たり前だと思っていることが海外に行くと、特に、途上国、新興国に行くともうびっくりするぐらい喜ばれるということがたくさんあるかと思いますので、ぜひそういった新しい分野を、開拓していただけるように、頑張っていただければと思います。さて、最後になりますが、地方創生と、商業振興、それから国際教育における外務省のさらなる可能性についてお尋ねをいたします。来年2018年は日本外交にとって大きな節目の年かと思います。さまざまなこの出来事が重なると申しますが、日仏、日本とフランスの友好160周年、これを記念して、パリでジャポニズム展が開催される、今まさにその準備が行われていると伺っておりますし、それから、日本とロシアの交流をさらに深めるためにロシアにおける日本年、日本におけるロシア年が企画されていると伺っております。そしてまた、隣国中国との間に、日中平和友好条約締結からちょうど40周年ということで多くの文化交流行事が控えていると伺います。フランスやロシア、中国といいますと、ゆかりの場所っていうのは全国に数多くあるかと思います。身近なところで私の地元でも例えば飯田橋や神楽坂はフランスゆかりの町ですし、これまでも百貨店とコラボしてフランスフェアということを何回か開催されていたことがあります。またかつて周恩来が居住していた神田神保町では、ちょうど来日100周年ということで今大きな話題になっています。その近くなんですけれども、学区域内にニコライ堂があるお茶の水小学校では、ロシアのソチ市の学校と交流が進んでいるそうです。こういった例は全国各地に数多くあるかと思いますし、国が行う周年行事はこうした地域にとって大きなきっかけとなりますし、国の取り組みと地域の取り組みを連携させるべきではないかと思います。外務省の文化交流行事はそれ自体は二国間の外交ですけれども、知る人ぞ知る的なイベントで終わってしまってはもったいないですから、地方自治体が行う地域振興や民間の小売業、飲食業、観光業などのビジネスチャンスの拡大、初等中等教育における国際的な視野の育成にも活用できるように、ぜひ外務省から国内に対しても積極的に情報を集約して分かりやすく発信していただければと思います。外交と地方創生について岸田大臣のお考えをお伺いします。岸田外務大臣。はい、ただいまの委員のこのご指摘は要は、外務省の、文化交流を地方自治体とも連携しながら地方創生ですとか商業振興ですとか、あるいは国際教育、こういったものに生かしていったらどうかというご提言かと聞きました。文化交流というもの、そもそも日本のこの多様な魅力をこの海外に発信し、そして対日理解を促進する、こうした大きなこの意義があるわけですが、その文化交流、そもそもそういった意義と合わせて、従来から関係省庁ですとか、地方自治体との連携のもとに、地方の魅力の発信ですとか、日本産品の海外展開、さらにこのインバウンド観光促進、こういった側面も持っているというのは間違いないと思います。そして今、外務省としましても、日本の魅力を発信する際に地方にこそ日本の素晴らしい魅力がたくさんあるんだということを考え、地方から世界へというプロジェクト、これを進めております。私自身、在京の各国大使の皆さんと共に地方を訪問させていただいて、地方の関係者の皆さんと共に意見交換等もさせていただき、地方の魅力を
我々も実感し、そしてこのいろいろ教えていただき、そしてそれを海外に発信する、こういった道筋を作っていこう、こういったプロジェクトも進めているところです。こうしたこの地方の魅力 の発信、これは地方創生や商業振興に資するということ、これも言うまでもないことであると思います。ぜひ今言った考え方に基づき、従来の取り組み等もさらに発展させながら、おっしゃるようにこの文化交流というものを、より、この大いに、この利用していく、この、意義を広めていく、こうした、取り組みを、この続けていかなければならないと思います。文化交流の重みに思いを巡らしながら、ぜひ大きな成果につなげていくべく引き続き努力をしていきたい、このように考えます。山田君。岸田大臣、ありがとうございます。地方を世界への取り組みを今後もさらに強力に展開していただければと思います。合わせて総務省にお伺いしますが、地方自治体による海外との交流事業や行事について、総務省はどのような連絡体制で各自治体の情報を把握し、また国の取り組みを各自治体へとつないでいるのでしょうか。お伺いします。総務省稲山大臣官房総括審議官。お答えいたします。地方自治体レベルにおきます国際交流につきましては、国レベルのさまざまな交流を補完いたしますとともに、地方創生等の観点からも重要な取り組みであるものと考えております。こうした中で地方自治体が行います交流事業や行事につきましては、基本的にそれぞれの地域の実情に応じた独自の取り組みとして実施されるものでございますけれども、総務省におきましては一般財団法人自治体国際化協会と連携いたしまして、地域の国際化を推進いたしております。そうした中で全国6ブロックごとに開催いたしております自治体との意見交換でございますとか、さまざまな分野における地域間交流の実態調査、こうしたことなども通じまして自治体の取り組みの状況把握に努めているところでございます。また例えばただいまご指摘ございましたジャポニズム2018でございますとか、ロシアにおける日本年、こうした政府として推進する海外との交流につきましては、外務省等の関係省庁とも連携いたしまして、それぞれの姉妹都市提携等の交流を行っております自治体などを中心といたしまして、さまざまな機会を活用しながら関係情報の提供、あるいは関連行事への参加の呼びかけ、あるいは掘り起こし、こうしたことを行っているところでございます。地方の国際交流につきましても、このような国の動きと歩調を合わせながら取り組むことを通じまして、さらなる効果が期待されるものでございますので、今後とも外務省等関係省庁とより一層連携を図りながら、さらなる交流の拡大に向けて自治体の取り組みを支援してまいりたい、このように考えております。山田君。ありがとうございます。外交の仕事と地方行政の仕事をより強力に結びつけることができれば、外交にも地方創生にも大きな成果をもたらせると思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。